関西大学では10番を背負っていました。ゆるき後ろから瀬川、マイナスのボール決まった。山形勝ち越し。長藤が決めました。一番厳しいところに入っていきましたね。でそこに送った瀬川選手のボールも素晴らしいし、ここから今長藤選手グッと入ったんですね。ニアに木山監督の采配がズバリ当たりました、まあ、こういうことも求める、はい。